皆さんこんにちは、戸田悟です。今日はですね、東京の日野にあります HP の工場に見学にやってきました。もう何社回ったか数え切れないぐらいですけれどもね、ようやくね来ることができました。最後までチェックしていきますのでご覧ください。さあということでね、今日は中を全部紹介していただきます。 HP の担当の方来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、日本 HP サプライチェーンオペレーション統括本部の斉藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉藤さん、最初にまず来たこちらではですね、はい、何をしているのでしょうか。はい、今ご覧いただいていますのは本日作る製品のすべての筐体と呼ばれる外観のチェックをしています。でここではノートもデスクトップもワークステーションも AIO と呼ばれるモニターと一体型している製品もたくさんありますけれども、すべてこちらの方で専門の担当者がチェックをして、傷や汚れがないということを確認して、で実際の生産ラインの方に物を運ぶっていう形を取っています。ここに送られてきたパーツの、はいはい、特に外装部分の傷や痛みがないかを組み立てる前にここでまずチェックしてから流していくと理解すればいいですか。はい、はいはい、そうです。これなんか下が赤いのは、これ静電の、赤いのシートになります。静電機の防止になってるんですね、はいはい、部品の納品時にこういうのがついてくるんですけれども、はい、再利用ということで、あ、再利用してるんですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、斉藤さん、これがですね倉庫の方から組み立てに必要なパーツを、はい、こうピッキングって言ってね、はい、抽出というか、はい、取ってきてセットにしたものなんですけど、はい、これは1個の製品を組み立てるためのものというよりは、はい、何十台分が入ってるって思います。はい、そうですね、はい、それぞれのラインに、グループ分けをして、はい、例えば50台分っていうことで、はい、作るための部品がまとめてこのラックに1個だけのオーダーが来た場合は、はい、1個だけの部品がどっかにこう入るっていうイメージで。あ、お客様からの、はい、例えばここに50台あります、はい、で基本的には同じスペックでまとめるようにしてますけれども、そこには1台口でも、はい、10台口でも同じスペックであれば全て、はい、グルーピングされて、その時に作るものが入ってくるんですよね、はいはい、そうです、はい、で、これボディのパーツが入ってると思うんですけれども、はい、ここにあるバーコードで管理をしているという、はい、そうですね、はい、HP さんはやっぱり世界で1位か2位の企業なんで、はい、調達も大量にしてると思うんですけども、はい、このバーコードなんか特徴あるんですか。はい、全てグローバルで、はい、管理それから調達をしていますので、どこの国で買っても同じパーツ番号で購入している形になります。はい、はい、斉藤さん、はい、ピッキングしてきてパーツが来ました、はい、いよいよ製造の組み立てラインなんですけれども、はい、ここはノートパソコンの製造ラインだと思うんですけれども、はい、ノートパソコンは半完成の状態で、はい、海外からパーツが来ると、はい、いうことが多いと伺いましたけど、はい、どんなところをですねカスタマイズしているんでしょうか。はい、大きなところではストレージであったり、それからメモリーですね。メモリー、はい、これはお客様のオーダー のご気分によってここの製品に入れ込む形になっています。なるほど、わかりました。ノートはじゃあ比較的製造も早い、はい、パーツセンスも少ないということですね。はい、はい、斉藤さん、こちらは、はい、デスクトップを作ってるんでしょうか。今ご覧いただいているのはワークステーション、はい、ワークステーション、はい、でワークステーションの当社で一番スペックの高いハイエンドモデル、はい、はい、Z8 を、はい、作っているところになります、はい、やっぱりワークステーションになってくると、はい、カスタマイズの範囲も広い。はい、非常に多いです。 Z8 で、主要な部品のカスタマイズの種類というか、それを計算したところ2000万ですね。2000万、はい、パターンってことですか。パターンです。2000万パターン、はい、ちなみに何か在庫しているパーツの種類も3万とか4万になる。はい、そうですね。それを組み合わせて、はい、2000万パターンぐらいになると、はい、最大ですね、はい、いうことですね、はい、じゃあやっぱり製造も結構時間もかかるし、はい、能力のある方じゃないとできないってことですか。ワークステーションの場合は組み込みをする部品の種類とか非常に多いですので、ご覧いただいたようにノートと比べてオペレーターの数も違いますし、この工場の中ではスペックの高い人たちが対応しているという形になります。でも基本的には、はい、いわゆる多能工を目指されていると伺ったんですけど、はい、最終的には誰でもどれでも組み立てられることを目指されている。はい、はい、そうです。はい、さっきねご説明していただいたように、ワークステーションをね流しているラインの横で
デスクトップがスタンバってますね、ワークステーションが終わったらすぐデスクトップの製造に移ると、同じラインでさっと切り替えられるっていうのはですね、なかなかすごいと思います。はい、今ね、モニターを映してますけれども、これ何かというと、実は映像マニュアルみたいなもので、各ね、組み立てるオペレーターの前に1人に対して1台このね、モニターがあって、組み立て作業が動画でチェックできると。紙のマニュアルもあるんですけれども、やっぱり動画の方が分かりやすいですよね。これで必要な時にはね、チェックできると。やっぱり1人がね、たくさんのバリエーションの製品組み立てるので、分かんなくなっちゃってもね、すぐチェックできる体制が整ってるっていうのはいいですね。はい、最初にですね、メイドイン東京のシール、ステッカーですね、貼るというね、手順が行われておりますけれども、もうこれ工場東京から絶対移転できないですよね。これがですね、実は小さいシールね、いっぱいついてるんですけれども、製造する1台ごとに、オリジナルのね、異なるバーコードがついていると。で、製造中の管理から、まあ、我々ね、ユーザーの手元に届いてもこのバーコードが貼ってあるので、まあ、いつどこでね、誰が製造したとかね、どんな部品が使われたかということがバーコードで一発で分かるという仕組みになっております。斉藤さん、こちらの画面は何が表示されているんですか？はい、これはですね、1台の PC に、まあ、組み付けられる部品が先ほど見られていたバーコードを読み込むことによって、ね、はいはい、表示されています。はい、で今度はラインにいるオペレーターが部品にすべて、バーコードがついていますので、それを読み取ることによってオーダーと合っているかどうかっていうチェックをするとともに、それぞれの部品についているシリアル番号もここで読み取りをしているっていう形になります。パーツが万が一間違えて組み付けられることもないように管理をしているということですね。はい、はい、違っていればエラーが出ます。はい、はい、こちらがですね、プリテストのですね、第一段階ですね、テスト2段階ある最初がプリテストということで、ここではですね、テスト用の OS を組み込んで、優先LANで接続してね、正しいパーツがついているかどうかといったテストをします。でその後にテスト用のプログラムを組み込むまでの工程になります。こちらはですね、プリテストの斉藤さん2つ目というエリアですよね。はいはい、こちらでは人が対面で、例えばキーボードとか、はい、ディスプレイとか、はい、各種ポートですね、 USB とかのね、差し込み等のチェックをしているということなんですが、はいはい、人がチェックするとミス起こる可能性あると思うんですけれども、はい、 そうですね、それを防ぐ工夫をちょっと教えていただきたいんですけど、はい、単純に OK ということで、次に進むということではなくて、ランダムに数字が出てきてそれをキーにしたりだとか、あとは聞こえてきた音の、数字を必ず入れるとか、例えばスピーカーのチェックであれば、はい、スピーカーから2、3って聞こえてきたら、はい、キーボードで2、3を押さないとチェックしたことにならない。はい、はい、そうです。なるほど、意外に単純ですけど、はい、深い工夫があるんでしょうね。はい、斉藤さん、これは、はい、プリテストが終わった次の工程ということですかね？はい、連続動作試験をこちらで行っています。ちなみに動作試験ってどれぐらいの長さで行うんですか？製品によって、またスペックによって大きく変わります。デスクトップの製品ですと、まあ、2時間ぐらいと言われていますし、ワークステーションのハイスペックなものですと24時間ほど時間かかります。それぐらいテストするのもあるんですね。はい、でこれはテストが終わった、当然 LAN でつないでテストしてるってことですよね。はい、そうです。テストが終わったら、はい、ソフトウェアの書き込みもここで OS とか、はい、テストが無事問題なく終わりましたら、今度はお客様が購入された OS であったり、各種ソフトウェアがここで、うん、自動的にインストールされる形になります。なるほど。はい、これは、このままテストが終わったら次へ行くんですか？このラックごとテスト、それからソフトウェアのインストールを、このラックは梱包エリアの方に移動していきます。じゃあテストが全部完了して問題がなければ、このラックごと、ランを抜いて、梱包エリアに進んでいくと。はい、そうです。はい、ありがとうございます。斉藤さん、こちらは梱包のエリアになりますか？はい、梱包もラインになるんですか？はい、そうです。ラインで動いています。ラインで行っていることは、まず出来上がった製品に、工程の間で汚れや傷がないかというチェック、最終外観チェック、はい、外観チェックを再度ここで行っています。はい、であとですね、梱包箱に入れるですね、物を全てトレーの方に準備をして、でそれらが問題ないかというチェックをまたバーコードを通して行って、でその後箱の方に詰める形になります。
なるほど、はい、じゃあここは単なる梱包だけではなくて、はい、外観のチェックなどの検品も組まれている、はい、はい、そうです。もうオーダーが来た時点でじゃあバーコードは生成されていると、はい、でそのお客さんが、はい、例えばマウスをつけてくださいっていうオーダーが入っていたら、はい、ここではマウスも入れてねっていうことがバーコードで分かると、はい、そうです、いうことですね、はい、これ斉藤さん今写真をここで撮ってるんですか。はい、箱に入れる機材ですね。これが合ってるかどうかっていうのをバーコードチェックして、はい、でそれで確認して、あ、全部これバーコードが見えるように置いてあるってことですね、はい、です。あ、じゃあ写真で記録するだけじゃなくて、はい、バーコードで入れるべきものが揃っているかどうかを、はい、全部バーコードを読み取って、はい、チェックしてる、チェックしてる、なるほど、はい、こちらの機械はですね、段ボールの、ね、箱をカットしたものが納入されたのを組み立てる機械ということで、はい、製品ごとに、まあ、箱が、ね、全然違うわけですよね、はい、それをもうほぼ機械で組み立てちゃう、はい、さあ皆さんここでクイズです。ここにですね、まあ、梱包の、ね、材料箱とかね中に入れるものがたくさんありますけれども、さてこれ全部でどれぐらい分でしょうか。 A1 番目3日分、2番目1日分、3番目約半日分、どれでしょうか。考えてください。結論は概要欄にコメントで、ね、文字で書いておきますのでぜひ見てみてください。斉藤さん、こちらはもう出荷のエリアということでよろしいんですか。いえ、ここはですね、はい、梱包のエリア の, あの、まあ、終わったものが、はい、ここにパレットの方 に, あ、にあの包まれている形になります、はい、でここでちなみに、はい、最初にスタートしてから、はい、ここに来る箱に詰め終わるまでって、はい、どれくらいかかるんですか。最初にバーコードが流れてから、はい、最後に箱に製品が入るまで、はい、製品によって大きく変わります、はい、もちろん、はい、あの先ほど検査の時間のお話しましたけれども、はい、まあ、24時間以上かかるものもあれば、はい、早ければおそらく1日で、早ければ1日、はいはい、斉藤さん、なんかぜひこのパレットを自慢したいっていうことだったんですけど、はいはい、どこがすごいんでしょうか。はい、まず素材が、はい、段ボールでできています、はい、重さは7キロですので、あのパレット1個7キロ、はいはい、片手でこう持ち上げることもできますし、うん、はい、で、こちらですね、350キロの重さも耐えれるという形になっています。この1個のパレットに350キロのものを乗っけて、はい、フォークリフトでこう持ち上げて、はい、段ボールなのに運べる、はい、はい、そうです。でもこれそんなに長くは使えないんですよね。まあ、水であったりだとか、はい、それから突き刺してしまったりとかするとやっぱり耐久性とか問題が出てくると思いますけれども、はいはい、きちっとした使い方をしていただければ、結構長く使えます。そうなんだ、はい、やっぱりあのいわゆるプラスチックとか、ね、樹脂を使わないで、はい、リサイクルできる紙を使うっていうところが、はい、サスティナブルと、はい、あれ斉藤さん、もうこれで一流れ終わったかと思ったら、はい、まだあるんですか。はい、はい、あの梱包終わった後に、はい、あの、まあ、製品 の,、はい、あの外箱についてのラベルに まあ、ある記号がついています。記号がついてる、はい、はい、でその記号がついている製品については、抜き取り検査ということで、はい、こちらのエリアに運ばれていきます、はい、つまり、はい、ランダムに製品の、はい、ところに記号がついていると、はい、その記号がついているものは抜き取って、はい、ちゃんとできてるかどうか検査してる、はい、はい、そうです。皆さん、もうね、この動画見てくれた方に超スペシャルな情報があるんですけど、なんとその記号は PA らしいです。皆さんが買ったパソコンに小さく PA って入っていたら抜き取り検査を経てる可能性があるわけですよ。斉藤さん、これ抜き取り検査はまずちゃんと入ってるかっていうことを確認するわけですね。はい、そうです。で続いてこちらでは何をしてるんでしょう。はい、あの実際にお客様を使っていただくときの、あのいろいろな機能が、問題なく動くかどうかっていうことをグローバルで決められた診断プログラムに沿って行っている形になります。なるほど、はい、これがあれですよね、まあ、そんなことないと思いますけど、たびたび引っかかるようだったら何か工程の再チェックが必要だとかっていうことになるってことですね。はい、あのもしそういうことが起きれば、起きればってことですよね、はい、そういう形で。でもやらないとそれも把握できないから念のためにやるということですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、東京のね日野にあります HP のね工場を見学しに参りました。皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。とってもね、皆さん楽しかったと思います。他では聞けないようなネタも入っていたと思いますので、皆さんもねぜひ楽しんで見ていただければ幸いです。
今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。メンバー先出しのね、動画公開とか、メンバー限定のライブ配信、それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。で、この戸田悟ファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。